お、チーム E が始まりました。相川ほのか、みかん大嫌い、相川ほのか、浅井優香さん、かわいいな、浅井優香さんも可愛くなったよ、なんか、選抜にも入ってるし、優香さん、なんかでもコロナになっちゃった、これ、あんま体調回復してる浅井優香さん、かわいいよ、優香さん、恥ずかしい、これやってるの、次は誰？これ誰これ、あ、池田楓ちゃん、長崎の星、池田楓ちゃん、高校時代手段で九州大会第2位の西条、池田楓ちゃん、猫16匹飼ってる池田楓ちゃん、実家で猫大好き池田楓にゃん、これはイダレオナ、6期のイダレオナ、イダちゃんも頑張ってるよな、なんかそれほど人気ないけどさ、なんか頑張ってていいよね、なんかイダちゃんなんか対応いいもん、なんか劇場公演の見送りとかさ、すごい対応いいんだわ、もっと売れてほしいな、なんか稲ちゃん頑張って、川又夏樹、6期の川又夏樹、選抜常連、熊ちゃんとの熊キーコンビは有名、浜田さんも頭いいからな、コメントが結構的確なんだよな、全ての面で、西条、川又夏樹、お、熊ちゃん、俺の二押し、不動の二押し、熊崎遥、 SKE の太陽、熊崎遥、 SKE で一番性格のいい女、熊崎遥、いつでも元気、熊ちゃんがいる限り SKE48 は大丈夫です、熊ちゃん頑張って、これ誰だ、倉島亜美ちゃん、亜美ちゃんも大きくなりました、亜美ちゃんいくつ、17か、今年で17、最年少だった亜美ちゃんも17歳になりました、花のセブンティーンです、神奈川県出身、血液型不明か、献血できんじゃねえか、亜美ちゃん頑張れ、これ誰だ、斉藤真希子、支配人斉藤真希子、2期生唯一の今あれか、最古さんだな、斉藤真希子さん、支配人頑張ってください、怖い支配人、斉藤真希子さん2期、大阪出身、これ誰、お、佐藤かほちゃん、カホリウム、水平リーベ、僕のカホ、カホちゃんです、カホちゃんいいよね、なんかグラな、もう笑顔がいい、笑顔がもう本当に笑顔がいい、カホちゃんいいな、カホちゃんセクシーだし、きた、末永大花ちゃんです、選抜常連、王ちゃん、桜の花、王ちゃん、大花賞、末永大花賞っていうのを作ってほしいね、なんかもっと有名になって、末永大花賞、名古屋競馬に末永大花賞を作ってほしいですよ、王ちゃんもいいよ、なんかクール、これ誰だ、マーヤン、カズさん一押し、マーヤン、唯一の東北出身、いい娘、マーヤン、最近大人っぽくなったよな、なんかもう胸も大きくなって成長してますわ、マーヤンも本当女っぽくなった、でもマーヤンはね、俺はなんか裏切らないと思うんだけど、鈴木ココナさん、不思議少女、鈴木ココナさん面白い、鈴木ココナさんいくつ、この子今年で18、19か、なんか頑張ってほしいね、天才ですわこの子、ある意味鈴木ココナさん、天才鈴木ココナさん、次は誰だ、お、ダース、世界のダース、須田あかり、今 AKB グループでトップ3ぐらいに有名、須田あかり、不安大事にする握手会の帝王、須田あかり、本当にこの子の握手会は1回しか行ったことないけど、そりゃ不安が引き付けられるのは当たり前だなと思いました、出た、ハタゴン、ハタゴンもなんか綺麗だよな、なんか最近はハタゴン好きだわ、なんか結構もう20何歳だこれ、26、7か今年で、頑張って、元 OL ハタゴン、やっぱしっかりしてるわな、なんか、まあ、ポンコツとか言われてるけどさ、ハタゴンはいいっすよ、なんかこれ誰だ、田辺瑞希ちゃん、新潟県の美少女、田辺瑞希ちゃんいくつ、20、21歳になったな、1月で、これ可愛いし、なんか面白いしいいんだけど、なんかいまいちそんなブレイクしないんだよな、田辺瑞希ちゃんって、もっとブレイクしてもおかしくないんだけどな、選抜入りそうなんだけど、出た、谷まりか、SKE ナンバーワンのエンターテイナー、谷まりか、
谷さんもいくつだよ、もう2096年、26か、もう谷さんも26になったか、もう早いな。なんか福岡県出身、 HKT から移籍してきた深井願いちゃん、深井願いちゃんもう卒業じゃない、なんか深井願いちゃんもなんか賢い子だと思うんだよね。なんかすごい考え方がしっかりしててさ、大人びてるんだよね深井願いちゃん。意外と本当に卒業後も頑張ってくれることを深く願う深井願いちゃん。これは誰だ、おっと出た、福士直ちゃん、福士佳代子の次に有名な福士直ちゃん、ドンちゃん、栃木のなんだなんとか大使、ドンちゃん、ドラフト1期生、ドンちゃん面白い、 R1 とかグランプリとか出てるよ、ダブルとか面白い。